メディアを再生する、イブシユル、上演前編。字幕なし、イブシユル上演は、1924年に公開された、ユニバーサル社のサイレント映画である。監督は、アンナカレニナ、愛の調べのクラレンス・ブラウン。主演は、ポーリン・フレデリック・トローラ・ラプラント。40歳にして、工場経営者であるジェーンは、年下の従業員ロバートと恋に落ちる。ジェーンは、 ロバートを個人秘書として指名するが、そのことが工場内で良くない噂を呼んでしまう。噂を払拭し、ジェーンへの気持ちを示すため、ロバートはジェーンに求婚する。二人は結婚を待つばかりだったが、そこへジェーンの妹のドロシーが大学卒業を機に帰ってくる。ロバートはあっという間にドロシーへと気移りしてしまい、二人はジェーンに隠れて付き合い始める。 姉思いのドロシーが事実を告げられないまま、ジェーンとロバートは結婚する。しかし、生活を共にするうち、ジェーンは、ロバートとドロシーが愛し合っていることに気づいてしまう。二人のことを思うジェーンは、ある行動に出る。批評家のハル・エリクソンはこの映画を、素晴らしい役者陣による、完全無欠なまでの演技と、鮮やかな演出による、第一級のサイレント、ソープオペラであると評している。 ありがとうございます。